信号機が青から赤に変わります。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。武蔵小杉駅です。湘南新宿ラインが走っています。電車が武蔵小杉駅から新川崎駅へ走る時の鉄道の信号機の動きを見てみましょう。右側には東海道新幹線の線路が見えます。東海道新幹線と分かれるあたりを新宿湘南ラインが走っています。次の閉塞区間になったので黄色に変わりました。次に見える信号機は赤色です。黄色が続くので早送りします。新宿湘南ラインはちょうど駅の中間あたりまで走りました。腕が辛くなってきた。風が強いし腕が痛い。鉄道の信号機の動き分かったでしょう。そろそろ新川崎駅に着くんじゃないかな。東海道新幹線が来ました。地図が重なりそうなので新幹線を前面に出します。 M700A でしたね。新宿湘南ラインはそろそろ新川崎駅に着きそうです。黄色から青色に変わるかな。青に変われイクルリンパ、青色に変わりました。ご視聴ありがとうございました。